小崎チャンネルンということで、ピックアップデュースねということで、今日ね、京セラドームで、え、侍ジャパン対オリックスの走行試合、終わりましたけども、なんと、これでね、もう走行試合はね、終わりで、あさってから、日本はね、本戦入っていきます。WBC 時代はね、もう明日からね、対中で、え、オーランダ対キューバ、えー、っていうところのね、開幕戦を迎えて、えー、プール A がね、スタートしますけどね。まあ、今日の試合でね、多くの皆さんが、ね、もう安心、えー、したんじゃないのかな、というところでね、 今日はね、えー、侍ジャパン大きく打順を変えてきて、1番ヌートバー、2番近藤、3番大谷翔平、4番吉田、5番岡本、で、6番村上、7番牧、で8番現田、9番海というね、不陣にして、まあ、村上をね、6番に下げて、4番にね、吉田を入れるっていうね、オーダーに変えてきましたけど、まあ、これがね、ものの見事にハマってですね、えー、初回ね、ワンアウトから、近藤がフォアボール、そして大谷翔平ね、センター前。これもね、カーブ、カーブで、ね、追い込まれてからのストレート行ってね、 で、それをきっちりセンター前。本人はね、ちょっと渋い顔してたけど、ちょっと打球上がれなかったなっていうところでね、本人はミスショットかなっていうところはあったけども、ね、センター前に打って、ワンアウト一三塁からね、吉田がライトへタイムリーヒット。で、ここでね、岡本がセンターフライでアウトになるけども、なんと村上に、待望のね、左中間へのスリーランホームラン。グッと。イティ。まあ、村上もね、その後にね、4打数、えー、3三振。 してるっていうところでね、ちょっと渋い顔してたけども、まあ今日のね、いいところで言うとね、まあこの4番、吉田のね、えー、入れたっていうのがね、まあだからこのまま行くのかなこの、開幕に向けてはね、やっぱりそのね、まあ村上もね、 あの阪神戦、大谷がね、前でパンパン打ってねそれはやっぱり力感ねちょっと気にならないって言ったら嘘になるよねそこはちょっと気になったっていうところもあるしまあね、6番に下げてねえ楽な場面で打たせるっていうところでねこれはね打順っていうのは誰が4番とか誰が3番とかじゃなくてで、何回も言ってるけど。 がが入るのが一番ね、いい大丈夫ね今日ね、アマゾンプライムでね、さっきまで、えー、解説してましたけどもね、イバスさんが一緒にいて、イバスさんね、あの東京オリンピックの時に村上をね、8番にして、上げるとね、ちょっと打線が重くなるから、ね、足も速いランナーを入れながら村上は8番にしてね、下位打線からも上位に行けるようにして、それがまたね、こう,うしたっていうところもね、えー、あったからね、 だから、まあ、今日の打順が本戦に行くんじゃないのかなと。ね、この大谷翔平3番っていうところで考えると、ね、この本戦始まるとね、ひょっとしたら敬遠っていうところがね、あの、相手チームがピンチで敬遠っていうところが出てきたときに、次のバッターにね、かなり重圧がかかるっていうことを考えればね、 ま、今日ね、その吉田がね、えー、2回にもね、2アウト1塁から近藤がね、フォアボール。で、2アウト1塁から大谷がね、フォアボールで、で、満塁でね、レフトへタイムリースリーベースっていうところでね、きっちり、えー、打者を返して、まあ、2回でね、えー、7得点っていうところに、えー、なったけども、やっぱその次がね、大事になってくる。ひょっとしたらよ、もう大げさなことじゃなくて、あの、もし、接戦の場面だったら、2アウト満塁、大谷翔平、敬遠もあり得るからね。 もう複数点取られたら負けやと。1点までだったらセーフや。そしたらもう敬遠して1点やってもいいっていうぐらいのね、あの、作戦に出てくる可能性も十分考えられるからね。で、まあ今日もね、1、2塁でね、結果的にはね、東投手が攻めに行ってフォアボールになったけど、歩かして OK みたいなね、あの、攻めになってね、で、歩かせてっていうところもね。 十分考えられるから、そうなってくると大谷の後ろ誰が打つんやっていうね、大事になってきた時に、まあ、村上選手がね、パシッとンまればよかったけども、若干調子上がんない。今日もホームラン打ったけども、その後ね、やっぱ渋い顔しながら若干タイミングがね、合ってないっていうところもあるんでね、これはもう4番ね、吉田選手で。 いってね、序盤はいいんじゃないのかなと。ね、非常にいい流れだったしね、得点もつかんだっていうところでは。でね、この後5番にね、村上選手を入れると、ずっと1、2、3、4、うと左になるから、まあ、このジョイントとしてね、右の岡本選手が、えー、入ることによって、今日もね、あの変化球、いい形のバッティングでね、4打数2安打っていうところではね、岡本選手の状態をキープしていることを考えればね、 非常にこの流れっていうのは良かったかなと思いますね。だからまあ、あとどうするかというと、セカンドマキなのか山田なのかっていうね、これはどっちか使うのかなっていうところはね、もうこれはもう栗山監督の思いの一つっていうところでね、まあ始まったらね、あったらがね、上がってくるっていうことをね、信じて。で、イバさんもね、言ってたけど、まあ山,山田はね、あの、オリンピックの時もね、状態なかなか上がんなかったけども、ね、始まった瞬間に一気に上がってね、MVP も取って、本当にね、山田の一発でね、助けられた試合もあるっていうところで、本番だったからガラッとね、 カール選手だけでね、まあそういったところはね、応援していきたいなっていうところもあるし、まあキャッチャーね、今日、えー、大城がね、センター前ヒット打ったけど、若干回もね、上がってこないっていうところではね、でも回もオリンピックの時ね、あの、ライトオーバーね、サヨナラ打ったりとかね、いいところのバントとか、非常にね、打線の中ではね、いい働きもしたんで、まあここはね、もう明日一日しかないけども、そこね、いい感じの調整して、本戦にね、入っていけるように、まあ頑張ってもらいたいなっていうね、ところはあります。 だからまあ、この打順かな。だから村上選手は6番でもう気楽にね、打ってね、行くっていうのも大事かなと。で、その中でね、今日ね、山川選手ね、試合前、あの、辻さんと一緒にね、あの、山川が話してるとこを横でね、あの、聞いてたけども、若干やっぱり指導が遅いと。で、この、足を上げてからね、 あの、ワンクッション置いてから、そ、そーっと左足をね、前に出しながら入っていきたいところが、全部ね、バタバタして早くなってしまうっていうね、ここをもう指導もうちょっと早くしてなんかし、なんとかしたいっていうところでね、まあ、練習をしてからね、試合に入っていって、まあ、途中からね、大谷に代わって DH ね、途中から出場になったけども、ね、甘く入ってきたね、吉田亮のスライダーを三塁線引っ張り込んでね、えー、ヒットと。で、これでね、一気に楽になってね、これやと思ったんでしょうね。その次にね、チェンジアップ見事にホームラン。 どうすこいっていうね、ところで、もう山川選手もね、間に合ったっていうところでは、非常にね、あのー、このタイミングの取り方っていうところがね、この数試合でね、アジャストできたんだろうなっていうところではね、まあ辻監督もね、親心としては、もう安心したって言ってただけにね、まあこれをね、間に合ってね、ホームラン持てたところによると、山川選手もね、いい感じで、えー、入っていけるっていうね、ところでは非常にね、まあこの阪神オリックスの2試合、メジャーの選手もね、え出場して、え試合が行われて、本当にね、まあ ちょっとね、ドラゴンズの名古屋戦はね、打線が湿ってたこともあったけども、そうやってね、全員が30人集まって、試合をしてね、まだね、課題が残る選手、もうちょっと修正したい選手もね、いるかもわからないけども、まあ、侍ジャパンとしてはね、いい形の2試合のね、走行試合が終わって、本戦に行けるっていう部分では、非常にね、あの、頼もしく思えるね、えー、準備ができたんじゃ、え、ないのかなと。だからまあだからこのね、 試合の流れ見てたら、まあ、打ンは多分この流れで入っていくのかなっていうところはね、あると思うけども、まあね、キープレイヤーはね、近藤だね。これね、鈴木聖也選手がね、怪我で事態になって、まあね、近藤選手がスターティングラインナップで出てね、ずっと宮崎からね、状態よく、で、今日もね、1打つ1ちンんだで、フォアボールもね、出塁して、で、必ずと言っていいほどね、 チャンスメイクするっていうところでは、まあね、このヌートバー、近藤、大谷って並べることによって、大谷の前にどれだけランナーを出せるかっていうところがね、複数得点、ビッグイニングをつく、やっぱり勝負だと思うんだよね、侍ジャパン。そうなってきたときに、やっぱこのね、近藤選手が、塁に必ず出てんだよね、この2試合。 で、大谷選手に回して大谷選手を一発、もしくはヒットで繋げてでね、その後ろを崩吉田選手が返すっていうところでは、非常にね、近藤選手がこの打順ではね、一番キーポイントプレイヤーになるんじゃないのかなと。まあ、ヌートバーが出た時にね、それをどう繋げていくのかね、っていうところも大事になってくるし、非常にね、このコンね、近藤選手、一番のね、この打線においては、この二番ね、キーポイントプレイヤーになるんじゃないのかなっていうところをね、 改めて思いましたね。そしてね、まあ、投手陣で言えばね、これはまあ、あの、予備メンバーでね、登録されている、先発ね、種市、ね、手術明けで、ね、ここからね、ずっと行きたいところでね、まあ、4回48球、えー、無し、無安打、234、2球無失点っ,っていうね、ちょっとね、立ち上がり、ストライク入らないでね、まあ、それは緊張感あるよね。その中でね、まあ、ダブルプレイにとって、しっかりね、4回をノーヒットね、無得点で抑えたっていうところはね、非常に開幕に向けて、ロッテとしてはね、 大きな、ね、あのー、ピッチャーがね、先発ね、ちょっと石川とか二木とかね、怪我して開幕間に合わないっていうところではね、非常に頼もしいね、ピッチングだっただけにね、今年のため市はね、非常に期待したいっていうね、素晴らしいピッチングだったと思うし、まあ、宇田川選手もね、ボールの馴染みが悪いっていうところではね、ダルビッシュとかにね、いろいろ聞きながら、宇田川会とかね、コミュニケーションもね、取りながら、準備万端、最後に来てね、まあ、ヒット1本打たれたけども、非常にね、フォークボールもストライクボールに投げ分上げれてたしね、ストレートも強い球も投げれてたんでね、 非常にいい形のね、ピッチングっていうところがね、できたんじゃないのかなと。山崎総一郎ね、いやここもね、予備メンバーとしては非常にね、まっすぐの力もあるしね、カウンの切れもね、非常にね、良かったなっていうところもあるんでね、そういったところでは、まあ、投手陣もね、いい形の準備ができたんじゃないのかなと思います。ということでね、もうここ中からね、開幕ということで、アマゾンプライムでは開幕戦ね、 サザエ解説。そしてね、第1回 WBC 日本代表の監督、大貞治さんも解説というところでね、ダブル解説で、えー、やらせていただきますので、ぜひ Amazon プライムでね、えー、WBC、えー、観戦、楽しんで、えー、いただきたいと思います。そして3月8日、ね、3月8日、明日からね、対中インターコンチネンタルでね、えー、オランダ対キューバ、ね、こちら、キューバの先発ね、えー、ロドリゲス、えー、中日のね、リリーフピッチャーですけども、 で、その後ね、チャイニーズ・台北対、ね、パナマっていうところがね、行われて、えー、開幕。そして、9日はね、えー、いよいよ東京ドームでね、韓国対オーストラリアが12時から、そして、えー、日本対中国がね、19時からっていうね、プレイボールになっております。ね、皆さん、ね、頑張っていきましょう。このね、中国戦、ポイントはね、いかに序盤で複数得点をしっかり取れるかどうかです。ね、ね2006年、えー、第1ラウンドね、えー、1試合目、 中国戦ね、2対0で迎えた4回裏に、まさかのね、ワン選手に、宇宙海のね、ツーランホームランを打たれて、同点になって焦るっていうところがある。わお、えまさか負けないよねみたいなね。で、その後ね、5回に4点、で、4, 4点、3点、2点、7点とね、結果18対2でね、8回、え、コールド勝ちで、ね、え、勝ちましたけども、で、2009年のね、世界一になった時も4対0だったっていうところではね、本当にね、いいピッチャーになったりしたりね、ちょっとね、前半5分で行き過ぎるとね、 えまさかみたいなね、感じに選手たちはちょっとね、浮き足立つっていうところもあるから、序盤のね、まあ3回、4回、3回ぐらいまでにね、複数得点をしっかりして自分たちのペースで進んでいけるかがね、勝負だからね、ちょっと打ちあぐねたっちゃったりするとね、わあ、ちょっと、え、大丈夫かなっていう,うにね、ちょっと浮き足立つっていうところもあるから、序盤にね、 まあ一巡目ぐらいで複数得点を取って日本ペースでね、えー、進んでいって、で、まあ勝つのはもちろんだけども、いろんな選手ね、複数選手が試合に入れて、そこでね、結果を出して状態を上げていくっていうね、ことができればね、最高にいい形のスタートを切れるんでね、そういったところのね、中国戦を終えて韓国戦に行くとね、チームとしてはいい形になるんで、中国戦のやっぱりポイントはね、序盤に 複数得点を取って、優位に進んで、多くの選手を出す。これがね、一番いい勝ち方。ね。本当に、あの、1-0とか、0-0で、あの、一回り行きました、みたいな感じになると、大丈夫かな。まさか負けたりしないよね。っていうね、ところがあるし、ね。あの、力あるからね。本当に甘くいくとホームラン、それはもう体験してるからね。あるから、そういったところはね、注意して、ね。しかも、初戦だからね。 あの、サッカーワールドカップもそうだけど、やっぱ初戦の入りって難しいから、そういったところではね、序盤、パパーンとね、いけるかどうかっていうところがポイントなんでね、そういったところをポイントでね、ぜひ、えー、応援ね、見てみてください。さあ、ということでね、佐々木ピックアップニュース、今日は終わりです。もうすぐね、開幕戦。開幕したらね、全試合。 えー、サズザキは、えー、解説しますけども、その後ね、サズザキチャンネルでも、その日のね、総チェックっていうところをね、動画出していきますのでね、えー、ぜひ皆さん、えー、視聴してください。アマゾンプライムからね、サズザキチャンネル、そして日本放送からサズザキチャンネル、ね、ずっとサズザキでお楽しみください。ということで、皆さん、侍ジャパン、頑張れ